はい、えっと。それではえっと道路パトロールとですね。補修の意思決定支援アプリえ、どこさというものについて、えっとデータドリブンによる業務改革ということで発表させていただきたいと思います。えっと、まずメンバーの紹介をさせていただきます。えっと顧客えっと八代市役所の木村さん、えっと ux デザイナーがえっと今治えっと bmac のえっと赤ずさんでプログラマーは？ 沖縄の老舗 IT 企業の佐古さんでプロジェクトマネージャーは豊田九州福岡から私、北ですよろししくお願いますまず今回、ですね我々改善の対象にさせていただきました職場の紹介をさせていただきます八代市の土木課です八代市の土木課の使命はですね八代市民が安全安心に暮らせる道路環境の提供ですとそのために担っている役割としては八代市内の道路の維持管理と。 いうことになっております。で、まず業務のえっ、ー、と内容について説明をさせていただきます。えっ、ー、と業務としては市民のあ市内のちょっとすいません。これちょっと。少しお待ちください。 大丈夫ですかすみません、えっと、八代市内の道路のパトロールと補修ということで、えっと、頻度としては平日ですね、日当たり8時間、えっと、人数としては最大4名ですね、職員と外部委託作業者も含めまして、えっと、かなりの人数、構想をかけているという実態がございますでエリアについては八代市内、えっと、15航区ということで、えっと、日当たり、えっと、2つから3つの航空を回るということで実施をしております。えー そのの業務の課題認識でございます。えっと、今の業務の運用状況ですけども、まずパトロールの運用、ルートの選定はですね、あの作業者の間骨に任せておりますでまた、破損であったり補修の箇所というのも特に記録はせずに写真のみ、えっと、情報として保有しているということで問題としてはあのまずデータに基づく判断業務遂行ができていないと。 いいいう点とと、えっと道路にに状状況況関すする住民駆除が、まあ、結果としてて日当たりり件なくなっていない状況となくっますで実際に木村さんも同じ箇所の、えっと、繰り返しの補修であったり、えっと、巡回ルートに漏れがあるのではないかといったような、えっと、認識をしております、えっと、そういった課題を踏まえまして我々、なぜここにいるのかですけども、えっと、地域の発展や人々の生活に直結する道路環境の安全安心を提供したい、えっと、作,作業員のノウハウに頼る業務から、えっと、データに基づく業務に転換を図りたい。 また道路破損などに関連する市民のクレームゼロを達成したいということで設定をいたしました次にエレベーターピッチを説明させていただきますデータに基づく道路パトロール補修をしたい役所の職員向けのドコサというプロダクトは道路のパトロールおよび補修の意思決定を支援するアプリです抜け漏れのない道路の巡回補修を実現するためマップ上に道路に関するデータを保有する機能というのが備わっております えっと、既存のです、ね、Google マップ等の、えっと、位置情報記録アプリでは実現のできない、まあ、道路に特化した情報ですね関係者のみで記録共有できるという点が特徴になってございます。えっと、開発内容です、えっと、全部で1番から7番まで、えっと、洗い出しをしましたが今回2週間の中で実装したのは上から3つになっています、えっと、マップの表示、えっと、パトロールの広告の設定それから、えー、位置情報であったり補修内容写真といった補修箇所の記録ができるといったものです。 えっと、こちらであのデータを取得して人の判断を支援するといったことを実装してまいりました4番から7番についてはあのより高度なデータの取得であったり人の判断支援の拡充また最終的にはデータに基づいて機械が自動で判断をしてくれるという状態に持っていきたいというふうに考えております、えっと、それではアプリの実演をさせていただきたいと思います、えっと、佐古さんよろしくお願いしますはいおー、えっと えっとですね。ててあ,あ、はい。はい。はい。はい、これパトロール表になってます。はい。これ、あの、対象のまずコークを今ここで選択をして。えー、っと。まあ、完了した、あの、パトロール完了したものは完了の方に。あの。遷移できるという状態ですし。まコーク等が変わった時も、こういった形で、あの、追加。の設定もできるという。 ものになっておりますまたあの、これ、あの既存のです、ね、八代市さんが準備されているあのマップで、これはあの、えっと、通行止めであったりあの、住民の方が通れないような状態をすでにマップ化しているものはありますので、そこにもすぐにリンクを飛ばして、えっと、参照できるようにしているというところとこちらがです、ね、実際の,あの補修内容を、 えっとマップ上に落としていくものに画面になってます。はい、これピンを今触ってますけど、これが実際のあの補修対象の箇所ですね。写真はあの破損している状況を示しています。 でステータスですね、完了であったり、まあ、仮,保守仮修繕であったり、まあ、業者の補修が必要な状態、もしくは、えー、とまだ見たいよといったステータスも更新ができます。Google マップにも連携をして、まあ、Google マップ上での,あの詳細のエリアというのも見れるようなあのリンクも貼らせていただいております。はい 一旦アプリの概要は、はい、はい。以上になります。じゃ、ちょっとスライド。はい、えっと、アプリの効果。アプリ導入後の効果ということで、効果としては、えっと、パトロール後の。事務処理の精度向上。 えー、こちらについては、えー、実際に外,外部に、えー、発注しているところから、えー、職員の方がデータをいただいて、それを、えー、入力するっていうふうなことを、えー、行っているそうです、でそちらの個数の削減、えー、見込みになるんですけれども、非1時間、でえー、年間労働時間、えー、年間労働時間で、えー、240時間の削減が見込まれています。 先ほどお伝えした通り補足には記載しているんですけれども、口頭での情報伝達等で位置情報を特定するとか、そういうふうな部分の作業が削減できる形になります。で今後の課題なんですけれども、2日間使用していただいて、職員の方から8項目、改善要望が上がりました。こちらはユーザーザの評価 技術的な難易度、システム的な対応ですね、こちらの難易度に基づいて優先順位付けを行いました、今後、こちらの方を改善していく予定になります以上となります。